無駄ねえじゃん。おお、すげえ。これはムラッカンのやつもこれ霊峰先生。ムラッカンもあるね。あ、これいいね、この短冊。おお、何入れちゃおうかね。これは星座腕だね、これが。これがやっぱ難しいって言ってた。このグレーのやつがその黒松に合うみたいなやつですか？そうそうそう、これが星座。はいはい。セイザンブランド。セイザンブランド。セイザンも引き継いでるから。あ、そうなんですか。そうそう。あと勝山で、ね、翔さんっていうのも先生なんですよ。あと霊峰ブランド。これが霊峰。これが奥様の。奥様の。奥様の。これもすごいですね。セイザンだね、これ。セイザンです。これでも。こんにちは。こんにちは。じゃあ、今日は片岡霊峰先生のお宅にお邪魔しております。はい。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その霊峰鉢の特徴を簡単に教えていただける。うちはもともと工場の名前が青山陶園って言います。で、青山っていうのは私のお父さんの代の屋号、画号でして、で、青山鉢と言ってるんですけど、主に泥物、ほとんど泥物なんですけど、泥鉢が多かったです。はい、で私の代になって、まあ、これからデーモンだけじゃ盆栽館の需要が出てくるだろういうことで色物の鉢、釉薬鉢を作り出しました。なんか事前にお話聞いた情報だと大きい鉢でも薄くて形がきっちりしてるっていう。そうですね、普通こう薄い鉢はこうよれが出たりいろいろするんですけど、はい、うんうん、やはり片岡霊峰先生の鉢はクリーがなくて発色も最高っていう鉢が多いですね。なるほど、ね、こんな小さな鉢から今昔はこんな大きな三尺近くの鉢までみんな、作ってる、まあ、技術はもう常滑一番ですので、折り紙付きです。先生今日じゃあいろいろ教えていただきたいと思います。これとか 何にするんですか。これとかこれはろくろを回して回転数をこれで変えるの。あ、すごい。でこれはまあスイッチ入ったり切れたり。だけど今普通の流行りのろくろはこれはよく見るでしょ。おお、これ新法の普通の陶芸教室で蹴ってちゅうのかスイッチ入れてでこれで回転数をやるって、これが右左逆回転。あれは盆栽用の大物を引くときに力が全然違うんですよ。やっぱり昔ながらの平ベルトっていうのあれ強いんですよ、力が。で低速でゆっくり回るから大物を引くにはちょうどいい。これはねちょっとこの微妙にスピードをちょっと上げればいいんですよ。だけどこれはあぐらかねえ感じで、うん、こうやってこのちっちゃい板いっぱいあるのは何でだ。これはね、これとは関係ないんだ、これ。関係ないですか。梅雨の時に板が、この鉢をね、穴を塞ぐみたいですね。はいはい。置いてありますね。穴を置いてあるでしょ、もう。穴を塞ぐ。ここ、ちょうどこの真ん中辺がね、一番最初に乾いてくる。はいはい。どうも、ここからピッと切れちゃう。穴切れってよく言うんだけど、それを置いとくと防げるっていう。ともう縁しか空気の出入りせんでしょう、はいはい、縁っていうのはこっちに壁があるもんで、そのなかなか乾きが遅くなる、うんうんうん、ここはもう丸々すっぽんぽんだまでこんだけの薄い板がここで乾いちゃう。空気の出入りですぐ乾いちゃう。君なんかスボタルみたいなね。スボタルみたいなね。型から作ったんじゃなくて、ろくろで。え、型ですよ、これ。型ですか。全部型です。型。手作りのやつは、ここにはそうない。こいつは、これを押すと、これできるわ。へぇー。4強でしょ。で、足は、これ専用の足をつける。足これ足ついとらんでしょ、これ、はい。足がないでしょ、これは。これがないでしょ。はい。ね、ないでしょ。でないもんで
この足を、これを土入れてクツンと抜くとこれが出るもん でこれをこうクツンクツンと引き付けます。なるほど。足がついてるやつもあるんだ。足だけ変えたりもできるか。そうそう、だってこの足がじゃあ嫌っていう人はこれは蜘蛛足なんだけど、これが蜘蛛足だ。うん、分からんだろうけど見てもこれクマ足が出てくるで、だからこいつにクマ足が欲しいっていう人はこいつをここにつければいいわけ。こいつはもう最初から足つきで、これは最初から足がちょっと、これを抜くと こいつだ。これをこうやってポコンと抜くと足、これも最初からこういうふうに出てくる。ちょっともう一回こうはめてもらって、結構こんなちっちゃく縮むんですか。相当縮みますねこれね。今のところは 10%、 1割、こっから焼いて 5%、 15、うん、14から15。これはもうこのまま抜けば仕事は早いけど、うんうん、もしくはこれにこいつの足をつけてくれるとこれ取らねえかもね、削って。そうですね、こいつ手間に。なるほど。だれ足をないやつとあるやつと2つ作らん。釜詰めここ見せていくね。うん、まあ、釜詰めしかないので、ずいぶん広いんですけど、何人ぐらいでここ運営されてるんですか。2人だけですよ、お母ちゃんと2人だけ。ずいぶん綺麗にされてますね2人でこの大きさであ、そうだね、性格、性格、整理整頓、ね、整理整頓きっちりです。先ほど、いや、それ言うんだ特に焼き物屋なんか土を足を踏んづけたり、はい、足でどかしたりして動くのを昔から親父もそうでして嫌うんですよ、うん、仕事やるときは万全の体制でやれるようにって。さすがですね、まあそれが正確ですね。動線を大切に。なるほどですね、はい、だから向こうで型をして、で向こうで乾燥させて、でここで素焼きして、うん、で素焼きしたやつ、まあ出物の場合はすぐに翻訳して、はい、で釉薬鉢はこう精油して、うん、で精油したやつを釜で焼く、うん、なるほど。あれはもう今まだ半分詰めの状態で、うん、今日釜で本体鉢に穴組みっていうんですけど、これで半分ですか。あ、そうですね、ここまでですから、まああと2段ぐらいですね。特に注文が急いでる時なんか早く焼かなきゃいけない時はこれの方が数できる、早くできるから。この大きな電気釜とか、まあ、これはもとても1年に1遍ぐらいしか使えないんですけど、大きなやつの時はこっちで焼いたり、小さなやつで早い注文の時はこれで焼きます、うん。これが腰が痛くなるんですよ。腰が痛くなるやつですね。これ先生、素材は何なんですか。これですか、はい、カーボランダムって、ええ、カーボンとアルミナレスの焼結。うーん、普通はムライトって言って、ええ、ムライト鉱物単位でやるんですけど、はい、それの方が安くて作りやすいんですけど、ええ、で これはカーボランダムは還元でも強いんです、はい、でムライトは還元で焼くと垂れたり温度が持たないから、はい、釉薬は高温中華と、はい、還元も焼く、うん、カーボランダムの還元って何ですか。陽変、いわゆる陽変。あ、陽変、うん、中で変化を出すための焼き方、はいはいはい、の時にこれの素材のやつ。この棚板は便利がいいっていうのか、それに耐えれる、陽変焼く時に耐えれる。なるほど。で普通の給水屋さんが使ってるムライトは陽変にはなんか向かないから、うん、なるほど、使えない。だけど値段も安いし、酸化の低いものに焼くだけならムライトで十分です、うんうん、製品が 悪くなるとこうねじれる原因に。あ、うんうん、これが常にいい棚板を買っとかねかんだけどな、使ってるとこう割れてきたり、もうこういうふうに空きが出る、垂れてきたり、うん、ここがちゃんと水平じゃないと鉢もちょっとよれる。そうですね、それは1枚のものを置いた時に、あ、そうか、こうなってると垂れちゃうでしょ。そうですね、うん、足があるから。そうそう、余計小さなものをこうポコポコ置くやつなら、はい、ちょっとぐらい垂れとっても関係ないけど、大きなもん1枚で焼くときは棚板大事ですね。それによって垂れたり
歪んだり、ガタになってます。なるほど。だから、棚板は大事です。へそこだけみたいな。あんまり人に聞いても、寒玉が多いな。うんうん。これは何ですか？あそこに、鉢の底、下にこれをかませるとか、かませて、ちゃんとこう、尺の名で書く用のこれ板だから、他のものにはなかなか使えない。そうすると鉢が落っこってこない。そう、垂れない。うん、垂れてもここよく出来上がりでこうなっちゃってる底がこうなってあるよね。うん、あれはまあ基本的にね、鉢の足の周りだけやる人が多いんだけど、どうしてもこの真ん中辺が垂れてくる。これはもうこれを飼ってるから全部をカバーできるから、そういう垂れるのはないピシッとしたものが。じゃあもう足の高さにこれが全部合ってるってことですね。そうです。その高さがね、あそこ5番でもなんか引いてあるよね。しますね。まあ、これはレオさんの特徴な道具の一つ。だから先生のこう出来はこう、そこがこうよれてなかったらピーッと綺麗に仕上がってるんだ。だからあそこにまだ大きいもんは、あの棚もみんなその道具。ああ、本当だ。こんだけの数が、種類の形があるってことですね。その、そう言われてみれば、他の窯元さんないですね。あのね、ただね、あの昔水盤用やってたもんで、はい、水盤でやるとどうしてもあの一番肝心な鏡の面、はい、水盤の、はい、もうこの開門、さっき言った喫茶なこういう開門でやるとボコボコとできるんだ。いくらこうやってやっても、まあそれひっつけて全面詰めればいいけど、大抵そんなたくさんはないから。そうですね、ボコボコとどうしてもよう焼くとこうなることがあったもん。それ便利が悪いな。でもこうやって作れば全部1枚で、水盤やってた流れでこう。なるほど。水盤やってない人だったらこういうふうにこれだけでいいんですよ。こうやれば十分、開門として。で真ん中にあと 2,3 個、だからこの足の高さに合わせた板があるわけですよ、他に。それかあと地でここに土を寒玉を置いてグツンとやる。ちょっとよくわからなかったんですけど、寒玉を置いてグツンっていうのは寒玉あるんですか？すいません。これ普通もこうやればぴったり。もうこうね、これはこれも陶器なんですか？そうですよ、焼き物です。あ、そうですよね、はい、これは先生が手作りで全部作った焼き物で、ここで焼いて作った。そうそうそう、そうです。サイズ、この方、これはこれしか使えない。他のこれは他のものには使えない。すごい。足の幅とか、足のここの幅とかみんな違うでしょ。だからこれに合ったサイズのものをみんな作った。50年もかけて。普通ならこれで、はい、あと棚板やってやれば仕事終わるんですけど、もこれがない人はこれだけやればあの皿が垂れないから、でもこれをこうやってグツンと。ああ、グツンと。グツンと。こうやれば、焼いても、ここも全部落ちてこないと。落ちてこない。これは結構やる方はいると。達也に聞けようが、さっきの開門、タイルをやるけど、うん、そうそうそう、じゃあ開門やる人が多い。ああ、そうなんですね。で、開門が作ってない時はもう、こうやって、グツンとやる。グツンとやる方で。はい。ちょっと言うのがいいのか悪い。こうやってやればもうまっすぐなものができる。なるほど。ただよく焼いた時は買い物土が土じゃないとこが少しこう下がったりはしますよね。あ、これだと。だってこうでしょ。ここはないんだから、ね、よく焼くとここは下がりやすいよね。まあそこまで文句言う人はおらんと思うけど。寒玉があるところの、あの焼いた後、あと、丸く白くなってるものが中には絶対あると思う。なるほど。鉢見ればね、今こうやってやったんだけど、このまま焼くとこれとこれくっついちゃうんですよね。はいはい。だから、これやっとけば下にくっつかないよ。こうやってこうやれば
この棚板と土がひっつかないです、うんうん、なるほど、うん、だからたまに白くなってるよね、うんうん、それアルミナの跡です。よく見るとたまにあるよね。新鮮なんですよ。ここは電気釜です。こっちは電気釜、はい、さっきのお話さっきのあれはガス釜、ガス釜ですよね、はい、ガス釜でと電気釜になんで2つの釜があるかいうと、はい、やっぱりガス釜の方が発色がいい、うん、あの色が出るとき、電気釜だとちょっとくすむけどガス釜で焼くと色発色がいいっていう釉薬があるもんですから、はい、でその釉薬をあの釜はうちなんかだと白コーチとか、うん、ルリはあの釜で焼くと発色がいいと、はい、電気釜はオリベがいいとか、ああ、はい、そういうのがあるんですね。そう、そのやっぱり釉薬によって発色のガスと電気で発色が違うんです。ガスはほんのり炎でしょ、ガスを燃やして炎になる、はい、これはニクロム線を温めて輻射熱みたいなもんだから、ニクロム線の抵抗で熱が出てきてその熱で炊き上げるから炎じゃないから、うん、炎を燃やすためにガスを燃やしていろんな窒素とか炭素とかいろんなもの混ざってますよね、はい、炎の中に。でそれがまあ釉薬に影響するんでしょう。なるほど、その難しいことは知らんけどだけどこれは炎の中の窒素とか炭素がまるっきりないただの抵抗熱ですから、だからものによって使い分けてる。なるほど。ただこれはね、はい、偉いんだわ、こうやってこうやってやるのが、あ作業がね、これが偉いんだ、腰にくるんだ、大変です、ね、あれはぐるりやも回れるから、いかにお母ちゃんと2人でお互いによっこいしょって2人で持てるけど、これはあのまあこうやってお互いにこうやって下ろせるけど、それが電気釜この缶分けっちゅうやつはやりにくいから、うん、これをやるのに偉い。なるほど。だからちょっとも腹が出てこれんちゅうのはこればっかやってる。だから石井さんこれ釜詰めするなら腹引こう。まず先生の弟子になるとそこからスタートですそう。だって腹使いとか言えんよ。あっち担当でお願いします。ちゃんと付き合うとあのこうなりますから。あで5段あったら20枚、これを20枚、まあ、うちもそうだけど1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20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 ,
ほら、痩せるに腹が。昔はこれやってたんですよ。大きいやつ。大きいやつ。これはね、だって釜の大きさによって、これは奥行きのあるやつ、釜だから。ああ、こちらはちょっと大きい。大きいんですよ。まあ、これはね、もう最近 やりたくないんだ。鼻板が重いから。だから大きなものを焼くとき、2尺5寸とか3尺近いものはこれで焼く。まあ、これも今注文受けてくれ。これが偉いから嫌なんだ、もうこれ持つのが。だけど、まあ、同じように電気ガムだから、うん、あの棚板さえ組めれば、でこの敷板も一緒ですもん。なるほど。二尺。これでも結構重いんじゃないですか。重いですよ。ああ、ちょっと、結構すわ。これが普通の今までのカタログに載せてる定番のオリベなんですよ。で、これが透明なオリベ。透明なオリベ。透明なんていうの、オリベ C。 透明なオリベ。オリベ C ってもう一回 ABC だし。あ、そうだね。まあ、これがテストピースっていうのか。テストピース。色見本っていうのか。先生の代から釉薬を始めたってことですかね。そうです。で、先代は出物だけ。そうです、はい。それは今の時代に合わせようみたいな。そうですね。出物だけじゃ食ってけんじゃないかなと思って。あ、でまあ、それまでにも、それは出物やってる時に水盤はできんかとか、水盆はほとんど釉薬だから。盆栽鉢に釉薬かけれんかいうことは言われてたから、あ、これからもう釉薬の注文が増えるじゃないかな。なるほど。もともとはね、うちはあの2代前の親父の時は下請けやってたんですよ。水盆屋さんの水盆の専門店、秘食焼き、秘食水盆って知らない？秘食水盆を頼まれて、うちは作ってた生生地だけをね。先生のおじいさんとか。おじいさん、はい、
でそれを収めてた。だからうち窯がなかったから収めてて、で試食焼きさんが試食焼きが窯で焼いた、で試食焼きが清山さんこんだけ上手にできるから、窯を持って自分で焼いたらどうだいって親切だったんですよね。もうちゃんとものしたものができるから、あと窯さえありゃ焼けるよって、で初めデーモンの水盤を本焼きしてたんで、でそれから釉薬もやった方がいいなと言いながら、まだ常滑のその時代は釉薬の種類が少なかったので、まあいろいろそこから買ってきたりしてやったんだけど、まあ、そういうことも聞いてたから私が、でもこれから釉薬の時代が来るだろうなと思って、俺はもうデーモンも押すけど、だけど色物の釉薬の鉢を最初いろいろ失敗してやりだした。先生、本日ありがとうございました。 ありがとうございました。今日大変、勉強になるお話いっぱい聞かせさせていただきまして誠にありがとうございます。はい、先生、これからまたいっぱい鉢作陶していただいて、うちの方にもまた、そうですね、どうぞ、よろしくお願いします。うちの方にいろいろ作ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。またご無理言いますけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。盆栽やる人も今までなかなか鉢まで興味持ってもらえなかったんですけど、鉢屋さんもいろいろ研究したりして苦労して作ってますので、鉢の方にも少しは興味を持っていただきたいと思います。ありがとうございます。先生、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おお、これね、これがさっきの板の、そうそう、これ受け取って、こうなってたでしょ。なってました。あ、僕持ったやつですよね。もっと持ったやつだよね。そうですね。大きいやつ。これよりもっと大きい。こういう大きい鉢を作る人が希少になってきてるんですかね、今ね。もう少ないですね。ちょっとね、窯がみんなない。ない。なるほど。ここ決まりの窯がないとね。でこんだけ大きくてもこのよれてないというか、こう平らに作るのがやっぱ難しいってことですね。難しい。それとまあ、聖子先生の土目。土目が盆栽を培養する人にとっては一番いい土目なんですよ。で雑木なんかの作のりもとってもいいですし、で大先生の鉢じゃないとダメだっていう盆栽の業者さん、愛好家の方もたくさんいるので、これからも長く作っていただきたいです。お願いします。うちもいろいろ土ね、色を出すだけじゃなくて木が育ちやすいよ、ね、うな配合もいろいろ変えてありますので。ちなみに後継ぎみたいな。後継ぎいないです。いないんですか。はい。なんか弟子は僕か弟子ねえだもんね。弟子って僕に優先的に入りたいですって言ったら入れるもんなんですか。面接して次第。その子がどれだけ本気度でによるわね。なるほど。その場の興味半分とか一時の気持ちだけで来られても困る。困りますよね。昔そういう人もいたんですよ。逆に時舐めるってなったら迷惑になっちゃうから、迷惑しかないですよ、そんな人。本当にやる気のある人だけ、そうそう、もし言ったら、だって弟子を持つということはその人の一生を保証するようなもんでね、その人は食えるようにならなくちゃいけないし、それで仕事として生涯の仕事として持ってやるんだから、それをもう完全に親方が保証するんだ、保証っていうのか教えなくちゃいけないから、生半可な気持ちで弟子くりゃいいよっていうような気持ちでは私はやりたくない。そうですね、やるなら本当に一生懸命その子で、その仕事で食っていけるようになるまで、教えたいなと。お互いに真剣同士じゃないとってことですね。そうですね、いたら簡単に見つかるといいですね。でもそういう人が、はい、います、はい、こんなにね立派なところがずっと続いてほしいなと思います。本当ですね。まあ、やれるだけ頑張ってやりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。